ば、椿くん今日休みだね。先生はひどい風邪で2、3日休むだろうって言ってたけど。で、やっぱり彼氏だからお見舞いに行くの？そんなこと私には関係ない？今日お見舞いに行くつもり。先週上野くんが風邪ひいて何日も休んだでしょ？私もやっぱりお見舞いに行ったのよ。その時私上野くん家で、その時私上野くん家でね。浩平くん、何か私に頼みたいことある？風邪をひいて弱っている今、夏にしか見れない彼女の水着姿を見たら、生きる元気が湧いてきそうな気がする。なんて冗談、嘘嘘。今日は家の人は夜まで帰らないんでしょ？私家に戻ってこの下に水着着てくるよ。え？40分ほどで戻ってくるわ。ワンピースもあったんだけど、ビキニにしたわ。おかあ、私に触っちゃダメよ。もし触ったら浩平君とは別れるわ。でも見てると生きる元気が湧いてくるような気がする。そんなことしても。でも男の子って不思議ね。それをしたら本当に元気になっちゃって、上野くん次の日から登校してきたわ。どなた？私、椿くんと同じクラスの浦部と申します。